はい、皆さんこんにちは、こんまるです、本日はですねガチャ動画になりますね、本日、2月13日からチケットガチャアップデート、こちらが始まったので、これをねちょっと少しずつ引いていきたいと思います。で、追加されるキャラ一覧としては、こんな感じですかねになってます。で、とりあえずね、今、4.71 アップデートになってますね。まずこの状態にしておくことが大事ですね。で、ガチャの中身ですけども、全部ガチャの絵柄が変わっているというところをまず確認しておくところですかね。今までのガチャの絵柄と全部絵柄が変わってますので、まずそれを確認しておくというところですかね。で、今回は星4と星3を引いていきたいと思います。で、このように絵柄も全部変わってまして、出現一覧の方もですね全部変わってますね。 0.016% で、中身にも2020年のキャラが含まれていることもちゃんと確認をしておくところですね。まあ、ロブルッチとかクロコダイルとか、こういうのが含まれていることを確認してから、じゃあまず星さんから引いてみようかな。で、星さんの方もちゃんと、こうやって、ナメック星ピッコロとか、ちゃんと追加されていることを確認してから、じゃあまずは星3以上キャラチケット、じゃあこれを引いてみましょう。できればゴンが欲しいんだけど、じゃあ引いてみましょう。星310連ガチャですね。もうダメか、これは。まあですよね、まあ出なきゃ意味がないんだけど。まあ星30枚ぐらいだとまあこんな感じですかね。じゃあ続いて、星4確定チケットガチャ、こちら20枚ありますんで、20連ガチャ、引いていきたいと思います。じゃあまず最初の10連から引いていきます。さあ、1枚ぐらい出てくんないかなって感じなんだけど、あ、全然ダメだわ。もっと数が取っといてある人だったら出るかもしれないけど、まあとりあえず、最初の10連目はこんな感じでしたね。じゃあ次の10連聞いてみましょう。ちょっと幸先が悪いな今回。お、虹のぐちゃぐちゃが出た。虹のぐちゃぐちゃが出たな。虹のぐちゃぐちゃが1、2、3、4、5回目。さあ何が出るか。あー、違うな、全然違うな、これは違うな。思いっきり初期キャラだな。で、あとは普通の星4。はい、じゃあ星3、星4の30連回した結果、まあ聖夜だけでしたね。
じゃあ他にもね、まあ日を改めて、回していきたいと思います。まだね10連チケットとか、星5星3 10% 星5確定が残ってますんで、まあこちらは後で回していきたいと思います。じゃあ今回はね以上になります。じゃあご視聴ありがとうございました。